はい、おはようございます。ブリッジです。はい、今回でペーパーマリオ折り紙キングパート23かな、始めていきたいと思います。で、前回がヒガミとの戦闘をしまして、オリビアがまたヒガミの力を使えるようになりました。っていうことで、今 X ボタンを押して、砂漠のノッポさんってとってものっぽでしたわね。いろいろ調べてみていいかも。調べてみたいかもか。っていうことなんで、キノピオの、キノピオをモチーフにした塔の方に行きたいと思います。じゃあ先生、また一緒に行きましょう。じゃあ加速してゴー！ゴーゴーゴー！いた！おいしょー！着きましたと。じゃあこの塔に入っていくか。失礼します。おいしょ、入っていきまして、でもってここにも謎の文字があるので、この謎のもん、また噛みました、ごめんなさい。この謎の文字も先生に読んでもらいましょう。私の足元は、私の足元に瞳は眠る。このモダイ文字もメモしておこう。 L で確認できるぞ。なるほど、私の足元か。のっぽさんの古代文字、私の足元ってのっぽさんの足元のこと？で、もう一回、塔の中の石碑で、足元か。じゃあ普通にちょっと一回外出て足元確認してこよう。よいしょと。で、足元に眠るって言ってるから、ここら辺を先生に掘ってもらえばいいのかな。先生お願いします。先生、金です。先生、先生、先生、もう無敵かよ先生。エビ、これは相当古いものだな。古代の標かもしれんぞ。じゃあこれをゲットしまして、ひし形の宝石。じゃあこれをとりあえず、ま、おそらく目にはめるんだろうな。じゃあまた行きまして、おいしょと。じゃあこのいかにもなひし形のくぼみに、このひし形の宝石を入れましょう。はい、カポッと。わあ、ぴったりはまりました、かわいい。お、あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。なにこれ、きれい。うわうわー、回った回った。うわー、右目が、うわー、レーザービーム。うわー、おお、大丈夫か、みんな。突然揺れて転んじゃった。一体何が起きたの？トリマー、砂漠のノッポさんってとってもノッポでしたわね。いろいろ調べてみたいかも。なるほどね、今のこれで要するに、その光があそこにその灯ってから、おそらくあともう3箇所、多分なんだっけ、ホテルの壁画の絵も、そう、4箇所分のやつをやらなきゃいけなかったから、一旦古代文字のメモ確認して、4つの眼差し交わるとき、キノピチュ、眠りより目覚める。要するに、あと他の3箇所も、同じように、この眼差しを、今、ひし形の宝石を入れて、なんかやるんだろうな。よし、じゃあやりに行くか。まあ、そこの塔までカットすっかな。って思ったら、カットしようと思ったら急にこうなった。あら、のっぽさん、さっきと違う方に向いているような。何かよっぽど見たいものがあるのかしら。もう一回オリビアヒント聞いて、うん、やっぱりじゃあ他ののっぽさんのところ行ってみようか。よし、じゃあまたこのブーツカーに乗りまして、はい、カット。よいしょ。でもって、あそこに1個塔があって、確かこっちにも塔があった。だから、トリマー、こっちの左の方に、先生、ただ呼んだだけ。オリビア君、ただ答えただけだ。この掛け合い好きだな。このさ、砂漠でさ、
ブーツカー乗ってるとさ、先生とさ、オリビアちゃんがさ、めっちゃ喋るんだよね。超好きだわ、俺。こういうの大好き。で、新たなる左砂漠に参りまして、うえぇ、ちょっと待て、ちょっと待て。おら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 、おらおら。一旦降りまして、掘りまして、金金金金金金金、この世で一番大切なものは金だって俺はこの折り紙キングを始めて何回言っているだろうか。金金金金金金だ金で、金を拾ったら戻りまして、いやその前に一旦ここを埋めまして、金を手に入れると全ては金に通ずるで乗りまして、で、あ、もう目の前に塔があるじゃん。破壊して。破壊して。で、おそらくこれ虫だから、虫がキノピオだから、はい。キノピオ。ここは左砂漠です。目の前の大きな塔は砂漠全体で4つあるそうですよ。なるほどな。あ、やべ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 。これじゃなくて、また掘ってもらいまして。金金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 金。で、一応、塔に入りたいんだけども、念のためここで、うおっと、髪がめっちゃ手に入る。あ、止まっちゃった。ここも塔があって、ま、いや、一応ここら辺の敵とかアイテムとかを回収するか。って思ったら、うわぁ！うわ！新しいキャラ！そしてあれだよ、パート11ぐらいに出てきた、あれじゃん、敵じゃん、なんか、骸骨の仮面かぶってるクリボーじゃん。こいつ初めて見るな。さらに、あともう一体この黒い鳥みたいなやつ、こいつも初めて見るな。てか、初めて見るやつばっかだな。初めてのオンパレードですわーって、オリビアちゃんが言いそう。でもって、まずこっちこうして、これも、こうしよう。オッケー、成功。てか、あ、先生一緒にいんじゃん。なんだ、先生一緒にいんじゃん。マジ？先生も一緒に戦うんすか？本気っすか先生？このバトル相当辛いもんになると思いますよ。それでも戦うんですか先生？いいでしょう先生。ついてきなさい先生。あ、てか、思えば敵の名前見てなかった。すいません先生。敵の名前を見ていませんでした先生。骨クリボーとクロスケー。ま、骨クリボーは大体想像ついたけど、クロスケーってなんだクロスケーって。あ、って思ったらあれじゃん。仕留めきれてない。やべえ。マジか、キラーブーツじゃ仕留めきれねえのか。やべえ、なかなかに強えな。はい、ほい、へい、ほいと。で、先生攻撃するんすか先生。先生！先生めっちゃ強いじゃないですか先生。先生めっちゃ強いじゃないですか先生。で、こいつポイ捨て攻撃ってお前仲間を売るな、ボゲー。オッケー。まあ、こいつら自体はそんな強くねえな。てか、先生がめっちゃ強いじゃん。先生そんな強いんすか？やべ、先生のファンになりそう、俺があれだ、先生の部下として、先生の相棒として、先生のパートナーとして、俺はこれから先生を支えていく。やべえ、先生。俺はあなたの味方ですよ、先生。あなたがたとえ犯罪に手を染めたとしても、私はあなたの犯罪に加担いたします。あなたの犯罪の、あなたが例えば殺人事件を犯したとしても、私はあなたの殺人事件の証拠隠滅のために、私は全力を尽くすつもりです、先生。そして、てかめっちゃキノピオいるな。引っ張りまして、キノコじゃないです。うっせえ、わかってるわ。じゃあ、ここでまた乗りまして、敵も倒していこう。よいしょ、トリマー、アイテムやら、敵やらは全部片付けたから、じゃあまたこの塔の中入るか。あ！なるほどな。ここで日神の魔法陣か。で、これを修復して、古代文字を読みますと、針をまとう双子の足元に、瞳は眠る。針をまとう双子？なんじゃそりゃ。ああ。針をまとう双子ってなんじゃそりゃ。で、オリビアヒントで、ノッポさんの古代文字、針をまとうって緑のあれかも、
双子みたいな。あー、なるほどね。サボテンのことか。じゃあサボテンのところちょっと行ってみっか。で、多分これなんだよ。多分これだと思うから、ここで先生にまた掘ってもらおう。来ましたー！さすが先生！よし、じゃあまた、戻りましょう、先生。つっても、塔こんな近いんですけどね、先生。よいしょ、戻ってきた。じゃあまずは、先にあれだな、この宝石はめるか。ここで宝石はめまして、でもって、いよいよこの、ひがみの魔法陣ね。使いますか。行くぜ、ひがみ様。じゃあスキップしまーす。ま、さすがに変身シーンはスキップして、ひがみ様よ。ファイヤー！これでじゃあ炎がまとって、これでこのあれが、また目が、レーザービーム放てるから、オリビア君、ハートどころか、体が燃えていたぞ。神の力はすごいな。こんな狭いところで思いっきりファイヤーしちゃいましたけど。わー、黒いお水が燃えてます。メラメラですわ。おかげで明るい。やっぱり明るい部屋っていいもんですわね。で、またこれが、キラキラ光りまして、また塔が回りましてと、はい、ぐるりと。そして、はい、レーザービーム発射と。で、あと、これで残りが2箇所か。いやー、でもね、なかなか今回のパートも長いよね。お、今回は誰も倒れなかった。どう？揺れるの分かってたから、今度はこれ見ませんでしたわよ。てか、あれだな、その格好。みんなその格好可愛いね。転ぶのさ、そう。転ぶのを耐える時の格好みんなね、可愛かったわ。じゃあ、次は3つ目の塔の方に参りましょうか。となりまして、このキノピサンドリアに戻ってきました。思ったんだけどさ、ここさ、よくよくかかるとさ、ムーチョがさ、なんか封鎖してんだよね。話しかけてみよう。ホテルの鍵を持ってるなら、お客だな。右奥砂漠を楽しんできな。あー、なるほどね。なんか、右奥砂漠と左奥砂漠っていうのがあるから、じゃあこの、どちらの右奥と左奥、どっちも行ってみよう。行ってきまーす。よいしょと、じゃ、こっちが右奥砂漠ね。おそらくこっちの方に、あ、やっぱり塔がありますね。じゃあまず塔を探索する前に、ここら辺を、まず全部洗い流しちゃいましょう。うわ、なんだ？どうした？あ！え？あ！俺天才だから分かったかも。多分、サソリのやつを当てるんだ。これが、キノピオだから。ただ、あともう一体いるんだけど、それがどこか忘れた。これかな？やーん！やべえ、外れちまった。ただ、いや、ごめん。やべえ。正直言うともう覚えてない。だからここは逃げよう。下手に戦ってか、HP も低いから、下手に戦うと。あ、って思ったら、あれだ。一回出てくれんのか。で、もう一回近づいたら、あ、なるほどね。じゃあ、ちゃんと覚えておこう。あ、わかった。一番左のあれだ。一番左のあれじゃな？これじゃな？これじゃな？はい、オッケー！当たりました！同じ間違いは二度繰り返せない。そしてもうお前ら、もうサボテン、お前らにはもう用済みじゃ。じゃあな。おいしょ。で、ここもひがみの力があると。で、読んでみて、波の壁に囲まれた炎の下に、波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。波の壁って何かしら？波の絵が描かれた壁？また難しい漢字のやつ来とるやんけ。波の壁か。
波の壁ね、一応心当たりあるっちゃあるんだけど、それが確実に合ってるかわからん。まあ、いや、とりあえずその心当たりがあるというところに俺は行ってみよう。すいません皆さん。心当たりがあるって僕言ったんですけど、嘘です。はい、すいません。やべえ。いやさ、なんかさ、ホテルにさ、そんな感じの場所なかったっけって思ったんだけどさ、ホテルにねえわ。ごめんなせえ。波の壁ってさ、てっきりさ、俺さ、このなんかプールのところがさ、なんかさ、波っぽいからさ、まあ、ワンチャンここら辺なんかあるんじゃねえかなって俺思ったんだけど、全然ねえわ。え、マジどうしよう。波の壁になんか炎がなんちゃらコンテンツを見てバーンみたいな。もう一回見てみよう。古代文字。波の壁に囲まれた炎の下？波の壁に囲まれた炎の下。なんかあったっけ？俺てっきりさ、この街の中のどっかにさ、波の壁に囲まれた炎の下がなんかあんのかなって思ったんだけどさ。ここじゃなきゃどこなんだろう。ちょっとすいません。時間かかるかもしんないんで、ちょっと大幅にカット入れながら全体的に捜索していきます。もしかしてさ、あれなんじゃない？波の壁。一応これ波の壁だよ。多分これじゃない？これだー！なるほどな！いやー、苦戦したな。確かに、ヒント的には、波の壁に囲まれた炎の下。まあ、炎はついてないけど、要するにここでなんか炎でなんかやってて、多分ここが煙突なんだろうなっていうことだから、なるほどな。やべえ、ってか全然関係ねえ場所めっちゃ探してたわ。やべえ。かなり無駄な時間使っちまった。まあいいだろう、これで見つかったから。じゃあ、あそこの塔まで戻るか。よしよ、戻ってきた。トリマー、これをまたはめましてと。オッケー。で、また、ひがみ様の力使いましてと。あ、これから私、あははは、あは私の見せ場だけど、スキップしちゃいます？すまん！スキップします！ごめんなさい！で、また、ここでレーザービームが発動するのか。オッケー！また回ります。本日はいつもより多く回っております。で、またレーザービーム発動と。で、3箇所目か。で、おそらく左奥砂漠に4箇所目があると思うから、そっちもまあ、ちゃっちゃとクリアしちまいますか。今回は先生がこけちまった。先生、お疲れですか？すまん。階段の上り下りで、ちょっと足腰が、先生、お年ですからな。先生たる、そういえば先生、もう今年いくつなんですっけ？もう60なんすか？先生、もうそれ、じじいですよ、先生。よく、まあ、頑張りますね。あれですか？今確か65が確か、60だっけ？ 65 だっけ？定年退職ってそんぐらいだから、先生、そのくらいまで現役でいるつもりですか？先生、あれですか？生涯現役っつうやつですか？先生。先生、喋りすぎでうざいって。ごめんなさい、先生。よし。で、ちょっと喋りすぎて今、ちょっと喉がなんかおかしくなっちまったんで、セーブしまして、じゃあ今度左奥砂漠に行ってみるか。おそらく左側のムーチョの方の砂漠の方だと思うから、じゃあ行ってみるか。おいしょ、左奥砂漠。でもって、毎度恒例のこの探索タイムは全部カットしよう。よいしょ、トリマー全体的に探索したんで、最後の10日、のっぽさん、お疲れ様です。さてと、お疲れのところ失礼いたします。よし、で、ここも同じ感じであるのか。で、謎の文字読んで、水の上の太陽がすべて隠れる。その下に瞳は眠る。水の上の太陽？水の上の太陽がすべて隠れる。また難しいな。なんじゃそれは。さっきよりむずいぞ。
あ、町になら湖がありますけど。なるほどね、これで町に行くと。わかりましたよ、任天堂さん。俺を騙そうたってそうはいかないですよ、任天堂さん。じゃあ町に行きますか。よいしょ。んで、湖があって、もう一回古代文字を読んでみよう。塔の中の石碑で、これじゃなくて、これじゃなくて、これでもなくて、これ。水の上の太陽がすべて隠れる。その下に、あー、なるほど。この、黒い太陽が隠れる、あの建物か。あの建物の下に眠るのか。じゃあ、あの建物の下に行ってみるか。お、こっから登れるじゃん。こっから登れて、あ、またキノピオがいて、わーい、助かった。で、あの、そう、あのさ、このさ、やべ、通れない通れない。あれ、通れない通れない。通れないよ。通れないよ。通れないよ。バグった？バグった？任天堂バグですか？バグの任天堂？あーっと、通れた。おそらくこの上に行きたいんだよな、俺。ただ、この上ってどうやって行くんだろう。多分ね、この上になんかね、そう、太陽が隠れる建物があるから、そこに行けばいいと思うんですけども、私、行き方がわかりませんよ。任天堂さん。こうしてこうか。あー、ダメか。こうしてこうして。ダメだ。え、どうやって行けばいいんだろう。ちょっと。あそこどう行くんすか？こっちか。こう行って、こいつに話しかけてもダメ。で、そう、あそこに登る方法。誰かちょっと、そう。あれ、あの緑色のなんかちょっと見えるやつ？あそこに登りたいんだけども、どうやって登るんだ？わかんねえ。どうしよう。皆さん、すいません。積んでおります。積んでおります。わかりません。全然わかりません。この三つ目。おそらく、あの左奥の、あのなんか建物の下のことに言うと思うんだけど、そう、下の、そう、建物の下のことを言ってるんだと思うんだけども、私、あそこの行き方わかりません。わかりません。わかりませんだろ、バカ野郎。やべ、どうすればいいんだ？誰かヒントくれよ。ねえ、もう、ほんと助けてくれよ。こっちかよー。あの建物の方行っちゃったじゃねえか、バカー。バカったれー。ちょっとヒントがちょっと悪すぎません？任天堂さん。任天堂さん、待って、今さ、もうさ、この宝石探すのにさ、俺さ、20分ぐらい費やしてんだけどさ、その時間返してくださいよ、任天堂さん。ね、任天堂さん、マジ任天堂さん、任天堂返せ俺の20分と、まあ、こんなところにしておきまして、じゃあもう塔行くか。いやー、長かった。正直、あれ難しいっつうか、ちょっと勘違いを起こすよね。この謎。多分ね、俺以外のね、人もね、多分ね、この多分ね、ペーパーマリオ折り紙キングやってる人のね、多分ね、8割方はね、絶対にね、間違えると思う。この謎。うん、絶対にね、あれだよ。普通の人であれば攻略サイト見ちゃうよ。で、これから私の見せ場、うん、スキップごめん。ほんとごめん。スキップです。あの変身シーン長いんでスキップです。で、また、これでレーザービーム発動する。ようやくだよ。やべ、もうね、録画時間がね、1時間ぐらいいってるわ、マジで。でもね、そのうちの3分の1はね、もうね、この丸い石探すためだけだったんだよ、マジで。いやー、もうようやくだぜ、もう。でもって、これで4つ目の、このライトが光りましてと。OK、じゃあこれで遺跡が出てくるって感じかな？お、光った。あ、なるほどね。あれ、土神のあれか、魔法陣で、
盛り上げるのか。で、よく考えたら、私浮いてるから転ぶわけなかったですわ。ってことお前あれか、一回目のあれはなんかノリで転んだって感じか。さすが分かってるじゃないか、オリビア。本来であればマリオと先生が転んで恥をかくとこだけど、オリビアも一緒に転んでくれたっていうことか。なるほどね。一緒に私も恥をかきますわ、みたいな感じか。なかなか人間ができてるじゃないか。いや、人間じゃなかったな。折り紙ができてるじゃないか、オリビアちゃん。まあいいや、そんなしょうもねえこと言ってないで。じゃあ、あの魔法陣のとこ行ってみるか。よっしゃ、着いた。で、光ってると。あれ？なんか光ってます。こんなのあったかしら。あ、これ、もしかしたら、土神様の魔法陣？じゃあ、これで神の力使って、はいよー。で、久々の土神降臨、スキップー。 OK、頼むぜ、土神、盛り上げてくれ。OK、おっと盛り上げる。うわー、すげえ、これがキノピチュってやつか。なかなかに豪勢な遺跡じゃねえか。でかい。セーブ中。キノピチュ遺跡。なるほどな。おお、これが古代の遺跡、キノピチュか。砂漠の下に埋まっていたとは、眠りにつくというのは、こういうことだったのか。おりまして、キノピチュさんも起きてなら紙テープも返してほしいですわ。隙間から中に入っちゃってるし。そうだな。テープもきっと遺跡の中だ。さあ、入り口を探して中に入ろう。なる、おそらくね、これね、ここが、あれ、なんか、封鎖されてるけど、多分、あの、ボスとかを倒したら、こっから出てくるんだろうな。多分、テープがなくなって。よし。じゃったら、この下を売りまして、で、壺壊しまして、折り紙ゲットしまして、左行きまして、壺壊しまして、折り紙ゲットしまして、下降りまして、で、こっから入場か。ここがあれか。ここがテーマパークの入り口か。なるほどね。じゃあ、しかし、ちょっともう時間がもうあれだ。なかなかの時間になっちまってるんで、ここで終わろうかと思います。で、ここら辺に確かセーブブロックがあったと思ったけどないな。セーブブロックがどこにもない。つうわけで、あれだ、街まで戻んなきゃいけないのか。めんどくせえ。まあいいや。で、次回、このキノ、あ、もう噛みました。もう、やべ、今日、噛みまくりだ、今日。次回、キノピチュ遺跡、こちらを攻略していこうと思います。で、まあ、うまくいけば、多分、次回が、この、黄色紙テープの、このパートが、ラストになるのかなって思うんで、まあ、よろしくお願いします。では、今回終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価と、よろしくお願いいたします。じゃあねー。